やーハロー、こんばんは。マジラジオ芸人ハマーです。はい、ただいま11月29日月曜日の午前3時1分ですね。やっと5分ほど前に母が寝ました。最近寝るの遅い、ちょっと困ってます。はい、でも寝たらちょっとこの声にねできますんで。はい、ということでですね、ただいま鬼滅の刃、無限列車編7話と、無職転生の20話を超小声でやりましたけども、やっと声がちょっとだけ出せますんで。はい、ここから見える子ちゃん9話ですね、いきたいと思います。では自己紹介、僕の名はマジラジオ芸人ハマーと言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり、現在40歳、芸歴は16年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーをやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員を辞めてパフォーマーになり、主に子供たちの前で勝負してますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めっちゃ自粛してます。その自粛中にアニメにはまりまして、約1年8ヶ月で540作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、現在アニメリアクターを真剣にやってます。なのでこんな感じでやってますね。はい、よかったら応援してやってください。で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種 PV、プロフィールなどはすべて説明文にまとめてます。ぜひともチェックよろしくお願いします。過去のアニメリアクション、アニメリアクションに関してはですね、再生リストに、作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。そして来年の9月、でかい発表がありますんでお楽しみに。それでは行きましょう。見える子ちゃん9話 D アニメストアです。行きます。3、2、1、スタート。さあ、前回の2話のね、あの猫をもらった党の前夜だけ、やべえのが担任になりましたね。これなんやろね、動物虐待とかで。もうやばいやん。うわ、気持ち悪いな。すごいの来たぞ。やめてやめて、もうやめて。もう最近このオープニングめちゃくちゃ聞きまくってます。天宮空さんの声はよろしいですな。
購買部チョコチップメロン練乳瓶300円高っ900円やで、900円。高校生からしたら300円のパンって高いですよね。食欲の四季。覚えてないんかな、向こうは。夏番正気を疑う発言。覚えとるんじゃないの？ちゃうんかな？これは いや、だいぶやばいやろ、これ。花やないんかい。あ、違うわ。あ、カラコン。でかいな、これ。でっか。トイレットペーパーがない。なんでユリアがここで飯食うてんねん。
な今のも。泣いてる泣いてるぞ目に金分は入らんやろ。目に金分入ったわ、名言ですね。見せろや。今はユリアが羨ましいです。その見える2人からしたら作り物は余裕でしょう。ああ、あの犬のね、あの いや一人やね、花一人で、少年が犬が入ってった、助けて言った時やね。勘違い。ユリアの勘違いがおもろいですね。
ああ、ちっちゃいのがおる。また来た チェーンソー。怪物くんやん。ラインナップが怪物くんやん。でかほんで、あ、叫んでいいってことね。ミコが楽しそうね。やばい、さ、キャーズ叫ぶミコ、かわいいね。これはどっち？今キャーって言ったぞ。見えてるか？いや、一人混ざっとんねん。いや、一匹混ざっとんねん。間接的に言うたわけね。ミコのツッコミがいいね、今回ね。
違う違う違う。C パート1分ちょっとあんな。ゴッドマザーのとこね。息子の家に行ったよな、確か。いや、畑耕してるやん。あの男で当の禅のことかな。はい、終わりました。まあ当の禅がね担任になったってことで、まあかなりやべえやつですね。窓ガラスに手形がバンバンついていくのとか、一体あの当の禅は何をしようってあんななったの。多分猫に関してはどうなんかな。動物虐待とかが疑わしいけど、何やろうね、なんか女性関係とかもだらしないんかな、分からへんけど、とりあえずなんかいろんなとこから恨まれてるような、そんな気がするけど、ちゃうかな、まあ分からへんけど、まあまあそれにね、よって巫女が、やべえやつが、まあ、担任になったってことで、多分当の禅が原因で多分まあ幽霊ですかに追ってこられたと思ってトイレにね、入ったらなんかちょっとイケイケの何ですかあれはギャル子ちゃんみたいな二人がね入ってきたことでちょっと安心した思ったら便器から出来たやつむちゃむちゃでかかったなあれむちゃむちゃでかかったけど運よくトイレットペーパーなくてよかったですねあれ。ああ、紙がない、隣に入ろう、とかで、棒読みなんかおもろい。入ったらユリアが、なんでユリア便所で飯食うとね、便所で飯よーく食わんわ。あ、6話あったかな、神社に、パワースポットというか、ね、ユリアが巫女をはめようと思ってた、帰りにね、3人でこう、スリーショット撮ったシーンで、友達になれた思ってたけど、どうやらユリア一人なんやね、まだ。
まあでもなんかね、花にパンを開けてもらって嬉しそうやったしね、なんかちょっと微笑ましいかなと思ったけど、さあ店との、ホラー屋敷ですか。あのなんかね、店の店員の声すごい聞こえなんか朝ややかさんかなとか思ったけど、ちゃうかな。で、中でね、何ついにこう何普通に叫んでいいんだって言ってね、叫んだ巫女がむっちゃ可愛かった何やろう、無邪気というかなんというかね、あの店との店員は誰や、謎の化け物中原舞さんじゃないかまさかのクナダの古川渚がここでね、無能なななのあの犬飼みちるがここで、あと店員の名前出てへんな、まあまあまあいいですわ、でまあそのねキャーってあのなんか喜ぶ巫女むっちゃ可愛かったけど、まさかスタンプを押した時に出てきたやつが本物とはね、なんでジャージ着とんのあの幽霊、わけわからん。でまたねあのオールスターに追いかけられて遠回しにあの言えたことで喜ぶ巫女の顔も良かったな。であの飯の時にあのやばいやつ出てきてね、あの泣いてる巫女もちょっと今回僕はあのだいぶ巫女にあのメロメロになったと思いますむっちゃ可愛かったわ。でユリアにね、今度はちゃんとしたお化け屋敷行こうねって言って、まあ多分これなんか騙されてるって勘違いするような思ったら、まあ勘違いしてましたけどね。このユリアの勘違い劇場もまたいいですね。ユリアも可愛いし、でまあゴッドマザーが最後あの畑耕しながら、あれは何幽霊かわからへんけど声かかれてましたね。まあゴッドマザーまた今後出てくるのかな。はい、ということで今回はもう僕はあの四谷巫女にちょっとあのメロッとなりましたね超可愛かったです、またキャーって叫んでほしいな。はい、以上ミエルコちゃん今日でした。まあ、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでね、僕は現在、今、大道芸業界死んでましてね、もう仕事ほんまにないです。まあ、そんな中、3月27日、去年の、バイオテバーガーデン10話のね、リアクション動画を投稿したことで、今、アニメリアクションを始め、もう今、1年9ヶ月目に入ってきましたけれども、まあ、残念ながら、先月ね、1年7ヶ月目の時に、まあ著作権のね、警告侵害により、1年5ヶ月分の動画を失うという悲劇を味わってます。10月5日6日の僕の生配信の、アーカイブ、よかったら見てください。1426本、337日分の動画を消さざるを得ないというね、地獄を見ましたけども、今はまたね、こうやって一から根性を入れ直して、やり直してます。もうほんま、こんなことしないとできない。もう母すぐ横で寝てるんでね、もうこんな大ハンデを持ったアニメリアクターいないと思うんで、こんな中でね、コツ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 とやってきてますんでね、2桁再生地獄でもくじけないという名前にして、くじけずやってますんで、ぜひとも皆様、ぜひ応援よろしくお願いいたします。また、小声のこともご理解、ご協力のほどね、よろしくお願いいたします。はい、ぜひ僕と一緒にアニメ楽しんでいきましょう。ただ、僕は大道芸人パフォーマーが本業。ですから、よかったらホームページだけでもいいんで見てください。また PV だけでもいいんでね、見てください。大道芸に興味持っていただければ嬉しい。僕に興味持っていただければ最高です。はい、以上、マジ大道芸に浜田でした。最後までどうもありがとうございました。